はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、今日が7月の26日、新たなね、水曜日に入ったんで、更新日となっていますね。ガチャとか、いろんなイベント始まっているんで、一緒に、紹介していこうかなと思います。で、何やらね、見たことのないイベントですね、セルに関した、ものもね、出ているみたいなんで、一緒に紹介していきましょう。まずはですね、こちら、新たな、完全体セル&ご飯ですね。そして EX の、セルジュニアだったかなが登場したセルゲームの、2倍のね、ガチャが復刻じゃね、初めて出ました。で、復刻したのは、上にも載っていますね。これ、AL17 号ですね。が登場しました。で、18時からね、メンテナンスが開けるんで、こちらの新キャラクター、使ってみたらね、動画を上げようと思ってるんで、ぜひともご視聴ください。これマジでさ、ガチャ動画で喋ったんですけれども、このセルのアイコンがね、ひろゆきのデータなんかねえよの、コラ画像にしか見えないんで、僕、ひろゆきってこの、あれ呼んでいくんで、商標買ったんで、よろしくお願いします。さあ、まず、開幕セルゲームと言ったわけでですね、セルゲームの、ステップアップガチャ、さっき紹介したやつ。これ後半ってさ、当倍になるってことね。セルゲームリバイブか。原作のセルゲームのバトルを彷彿させるタワー型のイベントが登場。ステージをクリアするたびに、難易度アップ、いろいろなセル、ご飯が特攻キャラクターになっているぞ。で、時の結晶やアーツブースト、強化アイテムを獲得しようと言ったわけで、シード交換メダルとかがもらえるみたいですね。これありがたいですね。で、超時空決闘、セルゲーム。レーティングバトルでメダルを集めて、豪華報酬をゲットしよう。勝利か敗北か名誉をかけたセルゲームが開幕すると。グループランキングでも名誉称号を獲得できる。なるほど。これはいいですね。で、セルゲームスペシャルミッション。7月26日から8月の9日。2週間か。で、エピソード Z セル編、人造人間、混血サイヤ人などのキャラクターを使ってイベントをプレイしよう。あ、これはまた別のあれか。石と、なんかがもらえますね。エネルギー。で、お揃いでようこそ。セルゲームキャンペーンに連動したログインボーナスを開催。開幕セルゲーム。笑えよ。なんやこれ、シンプルすぎるやろ。笑えよの、メッセージがもらえる。さあ、そして、超時空決闘ですね。スーパーサイヤ人の悟空 VS が始まりました。これによってですね、また、石300個が無料交換できるようになりましたね。で、いいね、この筋肉の膨れ上がった悟空、めちゃくちゃ好きです。これが2つももらえるみたいですね。で、ユニークラグメント、こちらね、16号追加されました。二つ前の動画かな。で、紹介しているんで、ぜひとも見てほしいんですが、ステチがぶっ壊れてますね。で、さらに、バトルロイヤルの Z セル編が登場しますね。これは結構編成の幅があるわけじゃないけど、なんか癖のある編成が見れて面白そうですよね。セル編のキャラクターのみを使うことができる。まあ、後で詳しく見ていきましょうか。パーフェクトセルは前回覚醒してるんで、まあ、それはほっといてって感じですね。で、メンテナンスのお知らせ。ショップガチャ PVP。ですが、PVP に関しては18時までメンテとなってます。ショップまたマンスリーセールが始まってたんで、そちら買うのはありなんじゃないかなと思うんで、ぜひとも検討してみてください。で、京都もさっき見たし、フラグメントバトルね、これね、16号なんですけれども、まあ、友情レベル5までね、上げて最速で使ってほしいなと思います。まあ、これも動画撮ろうかな。面白そうではある。人造人間16号ね、これめちゃくちゃステージ盛られてるんで、やばいですね、これ。余ダメージ 30% で、全ステータス 50% アップの基礎体力 30% で、人造人間がいると、さらに、打射光アップして、自爆のね、強化が入ったということで、めちゃめちゃ優秀な子に変わってるんで、多分、こういうユニフラ系と、フラグメントバトルの強化先としては、まあ、当たりの枠だと思うんで、ぜひ皆さん使ってあげましょうね。うん、って感じかな。で、バトルロイヤル詳しく見ておきましょう。エピソードセル編、なんか、追加効果はないの？あ、混血サイヤ人の体力アップなんだ。ってことは、通常 SP のご飯の方が優遇されるんか。セルじゃないんだね。ちょっと意外だったりする。って感じですね。はい。で、畜生のスタンプももらえる。超時空ラッシュ。わ、これはなんだ？何が追加されたんだ？あ、ホープソードか。の覚醒パワーが追加されたみたいですね。まあ、うん。まあ、あんま関係ないかな。普通にやってない人はって感じかな。来週多分覚醒フラグメントがセルかご飯に対応するやつで登場すると思うんで、それが楽しみかなって感じがしますね。さあ、そしてセルゲームリバイブの、豪華な報酬のね、内容について紹介されてますね。ステージを全クリアすると、石が無料で500個もらえる。さらにシード変換メダルが、
10個で、アーツコアがこれ何個もらえるんだ、あ、15個ずつもらえると言ったわけで、まあそこまで美味しいわけじゃないけど、まあ石もらえるプラスシード交換メダルもらえるんだったら、まあいいんじゃないかなと思いますね。思ったよりかはちょっと渋かったかなって気はする。で、チョコキャラクターが新キャラクターたち入っているんで、まあゲットしていこうって感じになりますね。30回層ぐらいかなって開催されると思うんで、まあまたね、やっていったらいいんじゃないかなと思います。はい、で、ここからはですね、既存のね、イベントの中で、まあ期限が間近のものっていうのも軽く触れておこうかなと思います。まずですね、この前、というか今日ですね、アニバーサリーレイドが、終了しまして、交換所ですね、が、もう残り期限2日となってるんで、まあ、ここは交換していただいて、で、こっちのね、超熟血統についても、18時で切り替えがあるので、メダル交換も一応しておくようにしましょう。まあ、交換所自体は8月2日までありますね。なんで、まあ、18時から、報酬の石とかはちゃんと受け取るようにしましょう。うん。ってところですね。で、前回のバトルロイヤルの交換所とかが終わりますね。で、レジェンズランキング、またね、別の動画で紹介するかもなんですけれども、もう月末となっているんで、ちゃんとやるようにしましょう。4月の31日かな、今日は。今日はっていうか今月は。なんで、まあ、8月1日、の15時に終わっちゃうんで、やるようにしましょう。まあ、あとはね、ファイブズアニバーサリーの高野祭とかもちゃんと毎日やっていただいて、あと赤ベジットですね。まあ、ついに、周年も明けまして、イベントがね、ボリューム、ちょっと下がってる感じが結構するんで、まあ、このね、余裕のある期間中にですね、ちゃんと赤ベジットやっといてもらって、前回、超熟ラッシュに関してはね、来週の覚醒フラグメントに向けてやっておくといいんじゃないかなと思います。多分、フラグメント強化祭終わったばっかりだから、今回のね、共闘については、ちょっと期間的にもね、来ないんじゃないかなと思いますね。てか、共闘の期間短くない ?1 週間なの今回。ってことはこれ、ユニフラの獲得がめちゃくちゃ期限短いと思うんで、ちゃんとやった方がいいですね。割と、ま、めちゃくちゃ使うかって言われたらそうでもないと思うけど、絶対1個か2個ぐらいはね、作っといていいやつだと思うんで、まあ、黄色粒2つぐらいは取っといてほしいなとは思います。てか待って今回やばっ、共闘メダルが追加でもらえるようになってる。ご飯とセルで。マジか、これは意外ですね。ってことはさ、これ、ちゃんと考えてやったら、交換所の、この辺のね、アツコアとかをちゃんと獲得することができるから、あ、そういうのはありですね、確かに。まあ、新キャラに、全振りされてんのはちょっとあれだけど、これ、地味に神ですね。めちゃくちゃ良くなってると思うんで、まあ、新キャラクター当てた方はね、絆コインゲットしまくって、新しいユニフラとか石とかマルチをね、全回収していったらいいんじゃないかなと思います。一周40枚なんで、まあって感じかな。はい。なんで、まあ、最低限の1日3回はやってもらって、はい。まあね、残り余裕があるときは、共闘とかね、回りまくるようにするといいんじゃないかなと思います。ちょうど、まあ、レイドバトルも終わって、周回する先はね、レジェンズの中でそんなにないと思うんで、回収していったらなと思います。それでは、今回はね、7月の26日のね、更新情報についてまとめていきました。ご視聴ありがとうございました。